皆さんは失語症という障害をご存知でしょうか。病気や怪我で脳の言葉を司る部分が傷つき起こる言語障害で、失語症者は全国に50万人いると推定されています。聞いて理解することや文字の読み書きなども難しくなることから、周囲とうまくコミュニケーションが取れず孤独を感じる人も少なくありません。そこで失語症者の交流の輪を広げようとする取り組みが岡山県で始まりました。静かな病院の一室、中を覗いてみるとあちらこちらでおしゃべりに花が咲いています。集まっていたのは失語症者やその家族らおよそ50人です。お父さん、お名前どうぞ。大きい声。はい、関東秀幸さんです。家族が倒れた時、本当はそれは不幸なことでした。でもそれが縁でこうやって新しい仲間と知り合うことができて、本当に歩いていけることがとてもいいことだなと思います。おととい、岡山県内の7つの失語症サロンが一堂に会す初めての交流会が開かれました。お母さんの玉野市から参加した砂田真由美さん、13年前に脳梗塞で倒れ失語症と診断された際の気持ちを朗読で披露しました。お母さんの頭の中からお父さんの名前が迷子になった。恥ずかしいよお父さん、ごめんね。のもうダメか、お父さんに迷惑かけちゃうよ。朗読を終えた砂田さんに声をかけた女性も失語症者です。頭に頭ってるのと言葉の色が違うことありますよね。だからちょっと感じて喋れたい。まあ、それでも最初はね、なかなかこう強弱をねつけずに棒読みだったけど、結構狂乱見ると出ますよね。よかった。なんかまず涙が出てきた。交流会を企画した言語聴覚士の藤本さんは、リハビリを練習、社会生活を試合に例えた上で失語症サロンの意義を次のように話しました。じゃあ退院してすぐに試合に出てくださいね、頑張ってくださいって言っても絶対無理な話なんですよね。僕はだから皆さんには練習試合ができる場所があればいいんじゃないかと。それが失語症サロン、間違えても練習試合なんていいわけで、その成功体験が発話意欲につながってチャレンジが生まれてくるんじゃないかなと。いい交流会に、こうした交流の場は失語症者だけではなく家族にとっても心の拠り所となっています。うちも夫が最初の3年間ぐらい心臓だったらしょっちゅう倒れてて、本人が死にたい死にたい言ってたから、だからもう一緒に死にたいわ。そう言ってたよね、言ってたよね。みんなが頑張ってるんだなって思うと自分も頑張らなきゃと思います。今単語ぐらいしか言われんのですけど、会話まではいかんのですけど、だいぶ意思疎通ができるようになって、みんなのよくおしゃべりができるのが本当にもう刺激になりました。仲間の存在が一歩を踏み出すきっかけに。
ここから交流の輪が広がっていくことが期待されます。今回の交流会は4月25日の失語症の日に合わせて行われ、来年以降も継続して行いたいということです。また岡山県内にはご覧の9つの失語症サロンがあり、各地で活動をしています。興味があるという方は岡山リハビリテーション病院の代表電話にお問い合わせください。番号は 086-274-7001 となっています。以上、特集でお伝えしました。